おはようございます。ランチェスターナンバーワン経営塾西村健二です。今朝は、今朝というか毎朝思いついたことがあるんでそれをメモにしてるんですが、今日は YouTube でメモにしてみたというか皆さんに紹介してみたいと思います。で、起きたばっかりで、またこういうリビングで、撮っておりますが、まあ、これもいいんじゃないかと思います。それで今まで言わなかったとても大切な戦略のポイントを紹介してみたいと思います。それは真似をするということです。で、実はこの真似をするっていうのは今までずっと避けるように言ってきました。で、真似できることっていうのは真似されやすいことです。で、弱者は真似、まあ、小さな会社とかあるいは競争力が弱い、またはなかなかお客様集客しても集客できないっていう会社やお店は、まあ、弱者の戦略というのを取っていくわけです。で、そこは真似、されることを気をつける必要があります。なぜなら真似されるとより効率的に負けてしまう。つまりどんなにチラシを配ってもホームページを上げてもブログを書いてもまたはフェイスブックを書いてもなかなかお客様が来ないということが起こってくるわけです。で、これはある意味では真似されたり自分自身の競争力が少ないっていうことになっているわけです。で、そういうふうに真似することは気をつけてくださいと言ってたんですが、実は私自身は結構真似をして成功してきたとも言えます。で、かっこよく言うとそういうのを戦略的模倣戦略と言っています。で、小さな会社儲けのルールで有名な茅野克美さんは、TTP って言ってますよね。 TPP じゃないですよ。 TTP とは何かというと徹底的にパクるっていうことです。それは、自分のこう業界でうまくやってる人、特に自分の事業規模と同じような方でうまくやってる方のやってることを徹底的にパクっていくということです。ただしこのパクるときに気をつけないといけないのは自分なりの工夫をしないといけないということなんです。そうしないとまたそれパクられたら終わりですからね。ですからこう自分の模範となる人、まあ、そういうのをロールモデルって言いますが、ロールモデルを見てその方はどんなふうに成功してるんだろうかということをこう徹底的に見抜いていくということが大事になっています。そして最初はなかなか、まあ、パクれないっていうかうまくそこから習得できないこともやってるとだん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 上手になってくるわけです。で、私は先ほど出てきました小さな会社儲けのルールを書かれた茅野克美さんのされてる九州ベンチャー大学の、まあ、一つの、まあ、真似っていうかパターンとして東京戦略社長大学っていうのをやってるわけです。で、それはまさに彼をロールモデルにやっています。ただし同じことをやっている人は結構いるんですがなかなかうまくいってないと思います。それは私なりの工夫をしているわけなんです。そういう戦略的模倣戦略っていうのも一つの方法ですので、ぜひ皆さん自分のモデルとなる方を見つけていただいてその方をうまく差別化して真似ていくっていうのを一つの方法ですので、ぜひ自分の業界とか自分がやっていきたいっていう方でそんな方を見つけていただくっていうことをお勧めしたいと思います。以上、ナンバーワン経営塾ランチェスターナンバーワン経営塾西村健二でした。